はい、今回のですね、スタート地点はですね、次元寺公園のね、横の道路ですね、そこからになります。時刻はですね、1時54分。雲一つないっていう感じですね。いろいろね、今日はね、紅葉を撮ろうかと思って行ったんですけど、ほとんどね、もう盛りを過ぎてました。もう盛りを過ぎてたというかね、逆に、何よ今夜っていう、もう、あれで、なんで、骨格だけっていうのけ、もうあるですよ。魚で言えば骨だけで、容器で言えばすっからかん。でもね、これもね、しょうがない。ここのちょうどね、今からこう、ここは左側はですね、次元寺駅 JR ですね。その向こうの方にね、アメリカン風かという楓に似たような万作家って書いて、科目っていうんですか、いろいろほら、植物には菊科とか、なんとか科っていうのがあるみたいですけど、万作家とか書いてありましたがよ。今思ったけど、万作家っていうことだったら、万作が全然有名でないとおかしいですよね。万作ってどういうあれだったんですかね。あんな楓みたいな葉っぱをしてるんですかね。なんかね、楓ですよ、もみじとか。もみじはちょっとこう葉っぱの、いわゆる人、海に住む人ですね、あれに言うとこう指の部分が長いみたいだけど、アメリカン風は、指が短いっていう感じ。あれ、ここはあれがないわ。アメリカン風がない。右に行きます。この辺りはないですね。右の方の建物もね、もうあれですね。もう上にはこれ以上伸びないんでしょうね。さて、どっちに行こう。まっすぐですね。南高校の、まあ、左に行けば南高校なんですけど、前の、あれはもう落ちた後だったっけ、もう葉っぱは。どうだったんだろう。右はね、もうね、落ちてますからね、左に行っていますね、もうね。正面が谷山中学校ですね。ああ、ここも全部落ちてる、ほら。全部落ちてる。ああ、今あれですね。なんか、街路樹の手入れをされてたみたいだけども。全部落ちてましたね。煩悩がね、終わったですね。どっちに行こうか。あれですがよ、時間寺のね、さっき撮ったんだけど、時間寺が一番最後かも。時間的に、こう、フレースポーツランドなんかからこう、落葉が始まって、それからどこどこに行ってっていうふうに、あら、だけどちょうどね、正面にね、黄色のが見えるけど、あれはイチョウですよね。正面というか右手ですか、あそこにあら、もう隠れた、あそこに、まだ全然落ちてないっていう、葉っぱが落ちてないっていうような感じのイチョウの木があったけど、行ってみましょうかね。
何なんだろうか、種類によって違うんですかね。せっかくですからね、その来年のためにちょっと調べてみましょうかね。左折ですね。あれぐらいの大きなイチョウがあるっていうことはどこなんだろうか、学校なんだろうか。どこですかね、今こっから見えない、こっからは見えないけど、ここ左行ってみましょうかね。見えませんね。運転中に協力をするわけにいきません、いきませんからね。どこやったですかね、どこやったり、学校のあそこ、あそこ、あそこだろうか。深追いはしませんからね。見えません、見えませんけど、これ山より手前やったですかね。だから左折でしょうね。清和小学校やろか。ここ左折しますからね。さあどうでしょう。チラ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 です。あれないぞ、ありませんがよ。視野に入らないですね、ないんじゃなくて。ここかなと思ったんだけど、ちょっと視野に入らない。清和小学校でもなかった。どこやっただろうかい。結構大きかったですもんね。ドーラードーラーっていうか、あれちょっとあれだな、中途半端になってしまいましたね。どっかですよ、もうちょっと。じゃあどっかを左折してみますからね。あ、ほいやろ。いや違う、これけ、さっき、いや 右側にあったんですよ。いや、あれよりも高かったですよね。あれやっただろうか。見ましたかね、チラッチ映しとったかも。あれはだけど、こっち側の建物の建物で、塞がれてたはず。っていうか、その、私のイメージでは、今右に、まあ、この、あれに映ってたかどうかわからないけど、あれの3倍ぐらいの高さはあったはずなんだけどな。それからたまたま、その、今の、ちらっと見えた、イチョウの木が向こう側から、南高校のあの信号のとこからだけ、ちゃーんとあれがなくて、障害物がなくて見えてなのか、どっちかでしょうからね。もうね、今ね、左を見たけどね、そういうのないですもんね。ないけど、ないけど、ちょっとやっぱり左行きますよ。まあね、この辺はね、きちっとね、自分のね、気持ちをね、させんなね。あ、左側にあるのがね、肉の白川のね、本店。
結構ね、最近ね、人気があるみたいですよ。こう来て、なんかね、左側、あ、来てよかった。あの、稲を刈った後の、あの、水田がね、あの、なんけ、黄金色に光って見えましたがよ。あ、こっちから見えるとそうでもないな。やっぱりあれですね、逆光の力、太陽の力っていうのはすごいですね。あ、今右側にね、見える田んぼがそう。これがほら、左側も少しそんな風に見えるでしょう。あ、見えないか、これは今。カメラをちょっと左に振ったけれども。ここからですね、さっきのね、イチョウの木をね、探してるんだけどね、見えませんがよ。渡り鳥が、鳩か。ちょっとあの飛び方、鳩っぽいですけどね。まあ、だけどあれですね、怪我の巧妙。このほら、ここはね、2度ぐらいしか通ったことない。正面にこのカメラを切り替えますからね、切り替えるっていうか向けますからね。ああそうだ、この辺がほら、平地の住宅街ですよ。ああこれはこれでも結構日当たりがいいみたいですね。ここはあれですかね、昔の、いわゆるどっかが開拓した住宅地じゃなくて、昔のこの辺りに住んでいらっしゃる方なんかのあれなのかもしれませんね。こっから土原に行っときゃ、ここ行こうか。川べりを沿っていきましょうかね。ああ、はい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 。この道も本当2回目ぐらいかも3回目ぐらいか。まあ細かいことはいいですがね、どっから入ればいいんだろう。まあね、対向車があれする。あ、こっからもう左出ましょうね。このね、慣れない道はね、あれですよ、人の車の後をついていくに限りますからね。イチョウの葉っぱ、イチョウの葉っぱじゃなかった、イチョウの木を探す、つぼいだったのに、結果オーライですね、これね。結果オーライでしたがよ。と言いつつもね、イチョウをやっぱり探してるんだけど、ここは初めてかもしれない、この道路は。どこに出るのっけ？さっき通ってきたあの辺りに、もしかすると、あのほら、あの、スーパーがあるんですよ。あの、何ですかね、無機、無農薬野菜の、そういうのを、並べてる、あの、スーパーがあるんですけど、あの辺りに出るのかな？わかりません。久しぶりにわかりませんが出ましたけどね。ほんとね、多分あの辺りなんだろうと見当をつけてるんだけども、どの部分になるのかわからないなぁ。ああ、わかったわかった。はい、わかりました。ここまっすぐ行きますね。やっぱりあれですね、あの皆さんにも
こうよく私の動画で出てくるところまで案内しないと、なんかあるでしょう、なんかすっきり次第でしょう。ここを左折します。はい、これでわかりますかね。案外わからんかもしれないですね。私なんかも自分の動画を編集中にですよ、ちょっとこう早送りとかなんと巻き戻したりして、ルートを今みたいにこう道からこっちに左折してきたところで、どこけここはっていうのを思う時ありますもんね。はい、左側に太陽がありますでしょう。でここをね、右に行くとですね、谷山電店に行きます。はい、ここですよ。私が桜島が鹿児島の羅針盤的な北斗七星みたいな感じをするっていうのは、このほら正面にね、わかりますか。あ、見えますね。桜島がこう出てきて、あの辺かって、ほんで左側にマクドナルドがあるんじゃないって、あります。右にガストがありますからね。ですよ、ここほらまっすぐ、ここが左に行けば中山バイパスで、ここまっすぐ行くとなんていうか、立教があるところ、立教のあるところまでで行ってみましょうかね。その方がね、お手ちがいいかもして、ちょっとだけどね、ここをね右にね、ちょっとね変えるとですね、こう右に変えますからね。ああ、今の時間珍しいな。ここの右のガソリンスタンドはだいたい4列渋滞でずっと並んでるんだけど、今ね2時17分だけど、珍しく空いてましたがよ、空いてましたっていうか、ゼロじゃなかったけどですね。はい、ここですね。結構私の動画にはここでできますからね。はい、ということで今回のドライブはこの辺でお開きになります。ありがとうございました。